お疲れ様です。全国4800万人の吉谷拓郎ファンの皆様。そっか、ジコラコです。あの、ヨザーツバスさんがね、ドバイに行って70億とか80億稼いだみたいなことを言ってますけども、すごいですよね。不動産という形での資産だと思いますけども、たった一人でね、70億、80億ですからね、ちょっとこれは桁外れに追いつけないかなと思います。あの、1億、2億、3億ぐらいだったら、まあ、行くんですよ。 私としてもね、吉谷さんね。うん。で、今回のタイトル、吉谷さんは実は稼げていなかったっていうのはね、吉谷さんは80億とか100億はまだ稼げていなかったってことですからね。ちょっとあの、タイトル抜けた数字があったかもしれませんけど、そこはね、平にご容赦ください。えっとね、なんかその、H2 クラブを運営している小野里はじめにモノモースっていうサムネイルがポコンと上がってきたんで、ついついクリックしちゃったんですよね。<laughs> いや、クリックしちゃったなぁと思って、 じゃあ、かぶせて、小野田とはじめに物申すっていう動画を撮ってもいいんだけども、いや、ここはちょっと変化球だろうと。やっぱ打ち返して、これは、吉田に拓郎が再生しちゃうような動画を撮った方がいいな、サムネにした方がいいなと思ってね。こういう動画にさせてもらってますけども、吉田さん見てますか罠にはまりましたね。まあ、見てないかもしれませんけどもね。<laughs> うん。あの、やっぱね、あの、吉田さんの動画は、 例の億万長者合宿以外は私もほとんどね見てないんですよね。本当に見ることがないんですよ。うん、ただ、なんとなくこうね、浮き上がってくる動画でサムネイルをポチクリックしちゃうものもあるんですよね。うん、これはまあなんか、吉谷さんも言われてましたけども、小野里さんのまあ動画を見たら、なんか2ヶ月前の動画が出てきたみたいなね。そこで小野里はじめにモノモスみたいなタイトルつけるから、やっぱクリックしちゃうじゃないですか、それは。私もね。で、クリックしてみたら、 まあね、いつものパターンで、あの、まあ、大丈夫よね。<laughs> 面白い動画になってるわけですよ。で、結局、モノモースってのは一体、鹿児島で一通クラブやるのかどうか、みたいな話ですよね。確か、吉谷さんも47都道府県の、なんか、ライブうん、セミナーか、やるみたいなこと言われてましたけども、やっぱね、47都道府県はきついですよ、吉谷さん。私も、やってて思いましたけども、あの時期だからできたなと思いますね。 で、今、本当に、ヤマト君が朝出発して、夕方帰ってくる、夕方っていうか昼過ぎに帰ってくる暮らしだと、ちょっとね、セミナー自体ができないですよ。うん。で、この前、H2 クラブの大阪のね、セミナー参加させてもらいました。やっぱすごいですね。楽しい、やっぱセミナー。私はね、自分でもセミナーをもうめちゃくちゃやってきた立場としてね、セミナー開催するのも参加するのも楽しいですよ。うん。で、楽しいんだけども、 やっぱね、これはね、セミナーに参加した人に私はちょっと物申したい。セミナーに参加することを楽しんで終わりになってるでしょってことなんですよ。で、そもそも稼げるようになったら人のセミナーなんか参加してる暇がなくなるんですよ。稼げるようになったら人の動画なんて見てる暇がなくなるんですよ。で、これはね、私も最初、速可塾をスタートした時に、モデリングをしました、やっぱり。他の人はどうやってんのかなとかね。ライバルはどういう動画作ってんのかなとか。新しい、えー、何かね、えー、 ビジネス講師が出てきたら、どういうふうなものを売ってるんだろうかって気になって気になっていろんな情報を取ったりとか、無料メールマガジンとかいっぱい取ったりとかしてね、情報をわーっとね、取り続けたんですよ。そうするとね、リサーチするので一日終わっちゃって、自分のコンテンツが発信できなくなっちゃったみたいなことがあるんで、それから、あ、これはいけんなと。たくさんの動画を、もしくはね、たくさんのメールマガジンを取って、その中でベストなものを抽出するっていう考えた方から、あの、一つのメールマガジンなり一つの動画から、 展開していってね、たくさんの、見解を自分で作れるようにならなくちゃいけないかなと思ったんですよ。で、今は、吉谷さんと同じですけども、例えばね、本を買ってくるでしょ読んでないのに、その本のレビューをするみたいなね。背拍子とかタイトルを見ただけでもう動画作っちゃうみたいなこととかね。あとはなんかこう、こういったものがね、通知が役所から届くじゃないですか。届いた段階でもうすでにね、喋り始めるというね、<laughs> 開けてもないのに。そういうことだったりとかね、 こうやってあの、ポスティングされたチラシですけども、これはなんとね、1万円分の Amazon ギフトカードプレゼントって書いてあるんですよ。じゃあどうやったらもらえるのかなと思うじゃないですか。住宅展示場に行けばいいのかって感じになりますよね。こういう感じでね、あのー、インプットは1でもアウトプットが100、200できるような形になっていく。で、コンテンツが発信できていって、無限に量産できていってっていう感じになるんですよね。だからね、ネタがないネタがないってことはなくて、 ネタはありまくるんですよ、うん、でネタを捕まえるセンスが養われてないんでナダ、ね、さんのこともねちょっとねテーマに出てたんですけどもあの H2 クラブに参加してあの講師の方が言ってることが何なのか分かんないみたいなねそんな人もいるんじゃないかなと思いますまあナダさん実際そういうことをね感じられたみたいですけどもでそれじゃダメだよとむちゃくちゃ分かりやすいように分解して分解して分解して伝えてるのにこれで分かんなかったらつかみ に来てていいるあなななたのの姿勢がどうなのっていうっとこだったんですよねこれは本当に言えることであのよくね意味わかんないって言葉があるんですよね。意味わかんないっていうのははっきり言って否定的な言葉として使ってるだけなんですけどもよく考えてみたら意味がわかんないっていうのは人の発した言葉とか概念を自分で咀嚼する力がありませんよって言ってることなんで意味がわかんないっていうのは自分のねあの能力が全然ないですよって言ってるのと一緒なんですよね。 だから、あの、どんなに難しいことを言われても、きちんと解釈できるようになっていかなければ、無数にある情報の中からね、黄金を掴むことってのは不可能だと思いますし、ましてや、私たちセミナー講師とか、人に物を教える立場としては、あの、聞く人の分かりやすい言葉に噛み砕いてお伝えしてるんですよね。その分だけ時間がかかることもあるんですよ。ただ、時間がかかるっつったってね、何時間も話さなくちゃ分かんないなこと言ってませんよ。せいぜい5分とか10分のことですからね。<laughs> でそれでわかんなければクエスチョンすればいいのにクエスチョンも来ないわけですよただわかんないところ聞きもしないのにわからないっていう言葉をね先に出しちゃうっていうねそうじゃない何か人からあセミナー参加して、ね、話を聞きましたって時にわかんねえわかんねえっていう前にすいません今何々何って言いましたけどそれはこういうことなんでしょうかどういうことなんでしょうかというふうにやっぱりこう解釈を求めないといけないでしょうねでそういった手間をかけずに ただ投げ込まれた言葉で分かんなければはい終わりみたいになっちゃえばそれはねどんなあの本を読んでもどんなね優秀な講演会を聞いても稼げる話の10002000聞いても全く意味がなくなっちゃうんですよそうじゃないとあ自分はこれが分かんないんだなってことが分かったわけじゃないですかだから分かんないってつぶやいたらそこで終わりなんですよね分かんないからはい次になっちゃうわけですよでもっと言ったら分かんないことを放置しといて分かるようになりますかってことなんですよね できないことをほっといてできるようになりますかと。稼げない自分をほっといていつか稼げるようになりますかって全然ならないです。それはね、千年経っても一万年経っても稼げるようにならないです。でも稼げる人ってのは今この瞬間に問題を解決するんですよ。で、食らいついてでもね、稼げるまで面倒を見てくださいよぐらいのことを言うわけですよ。うん、そしたらね、やっぱり食らいついてこれるんだったらこれやれあれやれってことになるわけですよね。でやることが明確になってくるわけですよ。しかも、やって結果が出たことしか言わないですから私たちは。 そう考えるとね、うん、なんかね、吉谷拓郎は、稼げていなかったなわけないじゃないですか。うん、稼げているからこそ、こうやってね、いつ見ても動画アップロードしてるわけですよ。これがね、一日に8時間、10時間、日々コツコツ働いていたら動画なんてアップロードできませんよ。うん、ということでね、今回のオチにさせてもらいます。吉谷さんは、ちゃんと自分の 人生で必要なお金は稼いでるってことになりますただし100億とかは稼いでないよっていうのはね本当でしょ、うん、じゃあ今回は以上ですいってらっしゃい